でそれをですね、ナイトロックス32に置き換えてみましょう。ああ32ってことはここが 32% になるっていうことなので、必然的に窒素は 68% 少なくなるわけです。79から 68% になりました。ああで同じように考えていくと、10メートルでは2気圧なので、かける2してこう、という形で数字が増えていきます。さあ、こうなると、4気圧のところ、30メーターですね。ここで PO2 が 1.28、40メーター行くと 1.6、ということで、理論値34メーター行くと PO2 1.4 を超えていけますよっていうんですね。ということで32番のところの白い部分を見てみると、マックス何メーターかっていうと、33、そして37行くともう黄色の世界ないっていうわけですね。1.4 を超えてるっていうんです。ですから、ナイトロックスダイバーはその白い範囲で潜るのがやっぱり適切ですから、32を使った場合には33メートルしか行けないよって状態。まあ、デメリットの深くは潜れないってありますが、とは言っても、33潜れれば十分ですよね。あ、そうですね。ね。ただ、知らず知らず、そういうさらに深いような水深に行っちゃまずい状態ですね。ここは重要になっています。かなり浅くなってきましたね。そうですね。ね、これが酸素分圧の、まあ酸素分圧というかな、窒素分圧と酸素分圧の話。そして、まあ、PO2 1.4、まあ、その辺のお話になっています。どうですか？大丈夫です。